英語によるコミュニケーション能力を高めてもらおうと、8月22日、市内の小学生を対象に松阪イングリッシュキャンプが開かれました。松阪イングリッシュキャンプは、英語によるコミュニケーション能力の向上や、学校、年齢を超えた交流を図ってもらおうと開かれました。今回は小学5、6年生65人が参加しました。ALT 指導のもと、はじめに英語での自己紹介や、果物、色といった単語を答えるゲームをしました。また、松阪の特産物や観光名所を紹介するスピーチを行うなど、子どもたちは松阪の歴史や文化にも触れながら英語を学んでいました。最初は慣れない英語に戸惑う参加者もいましたが、時間が経つにつれ積極的に会話をするなど、英語でのコミュニケーションを楽しんでいました。最後には一人一人に修了証書が手渡され、記念撮影が行われました。英語喋れて楽しかったです。英語も喋れないと思っていたけど、意外と喋れたのでめっちゃ安心しました。いろんな外国の人の外国の先生が来て、すごい英語が喋れて、すごいためになりました。友達とも仲良くなれたし、英語も知らないことまで喋れるようになりました。英語でも少しは喋れるようになったので、よかったなと思います。